はい、どうも沖縄の鈴木でございます。さて、昨日迷子になって、はい、まだ迷子です。メサのあたりをね、うろうろしていたはずなのに、まあ気がついたら砂漠、まあいろいろ木のあった森のあのあたりの地帯を抜けたら砂漠です。あれか、はい、というわけで、元の地点に戻れるように今日も頑張ります。さて、どっかのメモに拠点の座標メモってあるはずなので、まあそれを探せばね、帰れるとは思うんだけど、本当に単純にちょこちょっと歩いていたら迷子になってしまったというのなので、まあ頑張ってなんとか、メモなしでも帰れればなと思っちゃいるんだけど、はい、結構ものすごいもう長時間歩き回っております。なんでこんなことになっちゃったんだろう。やっぱりね、撮影しながらマイクラしながらの電話っていうのは避けた方がいいね。電話してるときはやっぱり止めないとダメだ。電話しながらキー操作して動いちゃったのが大失敗、方向が分からなくなりました。でしかもね、地下から地上に向かって掘ってきて、もう全然周囲が分からないっていう状況でそれやっちゃったんで、もうダメ、全然わかんないわ、ここどこか。さて、なんで砂漠なんかあるんだろう。ここへ来るまでの間に砂漠なかったよね。おかしいな。海を越えてすぐにメサだったんで、もう来た時とは全く逆方向に進んで、あれ？あら？村？まあ、こっちの来て初めての村発見、村だよね、村、はい、村発見でございます。よし、ついでに鍛冶屋のチェストを見ていこう。何があるかな。ゾンビ村だったらまたこれはこれで面白いんだけど、どうだろう。普通の村っすね。はい、さて、こんにちはっす。とりあえずご挨拶をして、鍛冶屋を探してチェストの中身いただいてきます。さて、鍛冶屋、鍛冶屋、あら、情けないないないわないわ。ただここに村があったっていうことで、食べ物足りなくなったらここでもらえばいいか。でこの師匠さんは火属性か。いつかまた来ます。さて、引き続きメサさえ見つかれば元の拠点場所に戻れるとは思うんだけど、砂漠がメサの近くにはなかったはずなんで、もう全然わからない。困ったな。またなんかウサギの悲鳴が。さて、どうしよう、こっち行きゃメサあるかな。向こうに見えてるのは普通の山かな。困ったな、マジで困ったな。やっぱりメモった紙を探して座標を見ながら帰るしかないのかな。とにかくダイヤとかをゲットしてるんで死にたくないんすよ。なんとか無事このダイヤを持って拠点に帰りたい、けれど完全に迷子なんだよな。困ったな。どうしよう。あれ？ピラミッドっすよね。ピラミッドをどうやら発見した模様なんで、はい、ピラミッド行ってくるっす。多分こっちのピラミッド向こう、メサ、メサ発見、帰ってきてる？よっしゃ、じゃあピラミッドの中身を
うん、このピラミッド絶対入ってないから、ピラミッドの中身をゲットしたら帰ろう。よし。はあ、なんか帰っ、あ、けど荷物いっぱいか。まあいらないものは捨てればいいか。この中のチェストに入れればいいか。さてと、うん、穴開いてないっていうことはこのピラミッドは探索してないっていうことで、おや、こうたまにこうね、ブロックが復活する現象があるんだよな。さて、ただツルハシがそろそろ壊れそう。あ、壊れた。作ってくるっす。かまどとあれ作って、まあ1個ありゃなんとかなるか。これいらない。さて、今度こそ、ここにあるのは一応帰り道、帰り道。こういう時砂が来るのが今度はスコップ壊れた。もういいよ。はい、まあまあこんなもんすか。はい、うん、あんまいらないね。よいしょ。でこれこっち、まあまあこんなもんすか。はい、もういらないものはそのまま置いとこう。エミュラットもらって、金ももらって、こっち、ダイヤの馬鎧。はい。こっち。ああ、もう。こっちも商売。ああ。まあいいや。行こう。骨ばっかりこんなにいっぱいあってもいらないや。で、あと、TNT もらってきます。チェスト持っていこうかと思ったけど、持てないね。持てないね。持てないね。よし、帰ろう。おっと、夜か。とりあえず、鉄焼いて、どうしよう。クリーパー来たじゃん。ちょっと、クリーパー来てる。ちょっと、この辺りで、朝まで隠れます。うん。おっと、びっくり。まあ、こんなもんでいいか。で一応外の様子をこれで伺って、さっきのクリーパーいた、やばい壁越しに攻撃しようかと思ったけど、あ、いた、さあ来い。よしよし、もう、あ、いない。どこ行ったかな。こっち、あら、いないぞ。あれ、どこどこどこ、おおおどこ、いない。あ、いた。よし、やった。で、朝まで、はい。待ちます。もういいか。行こうか。そろそろ行こっかな。こっち側から出てこ。よし。さて、向こうのメサだね。向こうのメサ行って、うん、拠点を探して、それで今回はそんなとこ、そこまでで終わりにしよう。多分向こうのメサのところに拠点あると。で、ちょっと待って、ここの焼いてた鉄だけは欲しいんだよ。よし、見えろ。鉄、あ、まだ全部焼けてない。持ってこう。塩、よし、最高。よし、
全然見覚えのない。ちょっと上から見る。上から。おや？廃校？廃校あった。廃校あった。じゃあもうすぐ近くだ。あー、帰れる。帰れるわ。よかったよかった。じゃあ。お。お？どっちだ？あれ？あの辺りかな？あった、危ねえ。え？違う。違うな。あれ？木が、メサの場所と木のある場所とちょっと砂地が混ざってるような場所だったんで、あれ？で、この辺り廃校だよな。あれ、外側に見えてるところからはレール結構取りまくったはずなんだけど、こっちレールまだいっぱいある。おかしいな。廃校なくなってきたぞ。あれららららら、おかしいな。あらら、なんかよくわかんなくなってきた。こっちかな。あれ、さっきもこの辺り通ったよね。通った。あれ、同じとこぐるぐる回ってる。どうしよう。あら、海。じゃあこの辺りから上陸した。あら、マジで分からなくなってきた。おや？あれ？戻ってきてる？ピラミッドのとこ。あれ？これさっきのとこだよね。あれ？あれ？ちょっと待って。あう！やべえやべえやべえ。ベッドとか持ってないからな。どうやら違う廃校だったようです。全然違うメサに来たようです。困った。こっち何入ってる。いろいろ入ってんじゃん。ダイヤ2つ。もういらないやつ置いてこ。レールも一応もらってこ。ディテクターレール、もらってこ。松明も欲しいし、パンも欲しいし、スイカの種一応もらっておこうか。ピラミッドの中より廃校の方がいいものあるな。おお、すげえ。鉄で、またレールいっぱい。パンもある。おお、いいな。ダイヤももらう。わ、ダイヤ7個。やった。よし、これ絶対死ぬわけにはいかないな。帰ろう。頑張って、慎重に慎重に、帰っていこうと思います。というわけで、今回は一旦こんなところで終わりにして、はい、時間外使って慎重に元の場所まで帰っていこうと思います。こういう穴とかもあるからね、ちょっと気をつけながら歩き回らないとやばいね。ただダイヤあれだけ手に入れたから絶対死ぬわけにはいけないっす。さてと、ただ本当にマジでどっちだろう。やっぱり座標探してなんとか帰ろうかな。死にました。ここまで戻っちゃいました。ダイヤ、装備、レール、すべて失ってしまいました。で、あそこまで戻んなきゃなんないの？きついわ。どうしよう。はぁ。というわけで、今回はこんなところで落ち込みながら終わります。それではまた。バイバイ。今回はチャンネル登録の方法をご説明いたします。パソコンの画面からの場合は、画面の右上、
こちらにですね、チャンネル登録というこの赤いボタンがあります。これを押すだけ、これでチャンネル登録が完了いたします。そしてスマホからの場合、これはですね、まあ、スマホから、YouTube のチャンネルの方に移動すると、はい、このように、タイトル名の下にチャンネル登録という赤い文字があるので、これをタップしてください。これだけでチャンネル登録完了でございます。よろしければぜひこのチャンネルへのチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは